ちは、リアルスタイルフィットネスクラブパーソナルトレーナーの小田です。今回はバランスボールを使ったお腹周りの引き締めストレッチを行っていきたいと思います。で、初心者の方でもストレッチなので気軽に参加できますので、ぜひともチャレンジしてみてください。では行きましょう。はい、ではまずはバランスボールの上に乗っていきます。足幅は肩幅程度に開いていただいて、背筋を伸ばしましょう。でそのまま深呼吸をしていきます。まずは呼吸を整えていきましょう。しっかり鼻で吸って、鼻で吐くようなイメージで行ってみてください。はい、 OK です。では少し休憩を入れていきます。2種目目はストレッチに入っていきます。体側のストレッチです。手を上げてしっかりと体を横に反っていきます。伸ばす位置は脇の下から腰にかけての部分を伸ばすようにしてみてください。呼吸はしっかりとゆっくり深く行ってみてください。はい、では少し休憩を入れたら、次は反対側に移っていきます。では今度は反対の手を上げて、脇の下から腰にかけてを伸ばしていきます。普段あまり動かさない部分なので、しっかりと伸ばしていきましょう。この部分が、動かなくなると、なかなかウエストも引き締まってこないので、しっかりと伸ばしていきます。はい、では、次のストレッチに入っていきます。次は体をひねってキープしていきます。膝を持って体をひねって、そこでキープしていきます。背筋は伸ばしたまま行いましょう。で、この時もしっかりと呼吸は深く行ってみてください。目線は横に合わせていきます。はい、では少し休憩入れたら、次は反対にひねってキープを行っていきます。では行きましょう。キープしながらしっかりと呼吸は深く行ってみてください。この時にあんまり口呼吸にならないように、鼻呼吸でお願いします。はい、OK です。ではここから後半スタートしていきます。前半の動きの反対回りで、行っていきます。ではひねっていきましょう。はい、では休憩を入れたら、次は反対にひねっていきます。ではいきます。ウエスト周りに関してはストレッチ、そして呼吸が重要になってきますので、しっかりとリラックスした状態で伸ばしていってください。特に脇腹は伸びにくいので、普段からしっかり伸ばしていきましょう。はい、 OK です。じゃあ次は体側に移っていきます。で
手は手を上げて脇の下から腰にかけてを伸ばしていきましょう。可能な方は反対の手を下に下ろしてみてください。ストレッチが強くなります。はい、OK です。さあもう少しです。頑張っていきましょう。はい、では次は反対の手を上げて体を反らせていきます。はい、OK です。では最後はですね、ストレッチ終わったので深呼吸をして終わっていきたいと思います。この時に目を閉じれる方は閉じてみてください。最後はリラックスしながら終わっていきましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。